はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安藤でございます。白血病、糖尿病生活の気晴らしいね、病院から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、またそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。あとね、この動画はね、よりたくさんの方に届きますように願っております。はい、昨日の夜ね、こうたまたま同じ病棟でね、同じ血液内科の患者さんでね、僕の動画を見てますってこう声かけてくれた方がね、お二人いらっしゃいましてね。ほんでちょっと寝る前にまだ時間あったから、電気もまだね、消灯の時間じゃなかったんで、こう夜談話室に来て本読もうかなと思って来たらね、そのお二人さんが喋ってはって、朝声かけられたのは別々で声かけられたんですよ。いつも見てます、人と立ってからいつも見てますって言われて、でその日の夜にこう来たら、その二人が喋ってるんですよね。なら二人があれっていうふうに気づいてくれて、僕もえその二人は友達ですかってなって、でその二人もこうここの病院でたまたま先生、担当の先生が一緒で、で年も近くて、同じような病気の内容でっていう風な感じで、こうなんかこう歯磨きする洗面所みたいなところがあるんですよ。そこでこうよく顔を合わせてて、こうちょっと話したら意気投合してみたいな感じで、なんか同じはったみたい でそこでも僕の話をしてくれてたみたいでね、なんかそんな感じで仲良くなった2人のところに僕がこう現れて、3人でワオってなった感じでちょっとね喋ってましたね。結構お仕事の話とかねしてもらったり、こんなありましてあんなありましてとかっていうねようなことを話して、ちょっと盛り上がりましたね。いや楽しかったですよ、ね、でも最初声かけられる時はちょっとドキッとしましたけど、やっぱ嬉しいもんですよね。こうなんかね、一般人なのに有名人に会ったみたいやみたいな考え方でこう言われたからね、僕もそうみたいな感じで嬉しかったです。ありがとうございます。あのね、もうね、こういつの間にかね、 いびきに慣れてきましたよ。もう偉いもんでね、もういびきがすごくてもぐっすり寝れるようになりましたね。まあ、人間なんてもう、まあもうほんまにこう眠たくなったら寝れるもんですね。まあ、寝落ちに近い感じですね。こう寝落ちやったら、寝落ちで言うたらこのね、昔は PSP プレイステーションポータブルって、これぐらいのちっちゃいゲーム機、今やったらスイッチぐらいの感じのゲーム機がね昔あったんですけどね、それのモンスターハンターっていうゲームをねしながらね、布団の上で寝転がってしながらね、よく寝落ちしてましてね、朝目覚めたらもう最初の戦いに行く前の画面に戻っていることがあったのを思い出しますね。まあ、なので結局のところ、僕が起きてるから気になってるだけでだったっていう結論にね、たどり着きました。まあ、僕の場合はいびき、電話の声などが睡眠の妨げになるわけじゃなくて、まあ、ただただ眠たくなかったって感じでしたね。ほんでまあ今日はまた別の話なんですけどもね、こうまあ日中ね、まあ、明るい時間ですよね、主に午前中なんですけども、こう廊下でね、あの女性の入院患者さんら複数がね、まあ、複数言うても 2,3 人がええとこやと思うんですけども、まあ、聞こえてくる声がね 2,3 人やから、まあ、2,3 人でしょうけども、まあ、よくおしゃべりをしてるのがね聞こえてくるんですけどもね、まあ、僕のベッドが廊下側にありますので、まあ、嫌でも聞こえてくるんですよね。まあ、自分のね、僕の部屋のベッドのカーテンをこう閉めてますので、その人らの顔は分からない、まあ、見たこともないんで、まあ、いつも同じ人なのかどうかは分かりませんけども、その時はね、その一人の方がねこう言い始めたんですよ。
ほらこの前うちの息子来てたやろ。私いつも来るときは高島よってさ、プリン買ってきて言うてんのに、あの子一個も買ってきよらへんね、あの子ほんまに。いけずなん息子さん、あんな可愛らしい顔してんのに。そうやね、昔から私の言うこと一個も聞きよらんね、あの子。で、あんたプリン好きなん。せやで、私あんたあのほらあのプリンなんて言うたら、あのほれ瓶の昔にだから比べたらだんだんちっちゃなってきてる、あのほれもろもろもろなんちゅうな、あれ、あー、あれな、あれな、ちょっとあの呼ばれる時にデパート寄って6個入りのやつ買って、また電車乗って駅着いて歩いて家着く頃にこのぬるなってすぐには食べられへんやつな。そう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 、あれな、瓶やしな、重たいから紙袋の持つ手のところ痛なるやつな、あれ手真っ赤っかなんねんな、こう嫌やわな、ほんまに。だからな、次はもうビスケットにしようかな思ってもやな、そこの家のコーラかな、楽しみに待ってるからついついまた買ってしまうね。せやね、だからあんたあれやで、あれにし、あのこんなカンカンに入った大きい丸いカンカンに入ったせんべいみたいな、中にクリーム入ってるやつ、茶色いカンカンのやつ入ったやつ、ああ、あれな、食べ終わったらみんな金消しとか入れるやつな。英子さん、レントゲン呼ばれましたよ。はーい、じゃほな行くわ。私レントゲン、あの先生嫌いやねん、触んねん、めっちゃ嫌やわって言いながらね、廊下の角を曲がるまでずっと喋ってました。きっと最初のプリンね、モロゾフでしょうね。その話どこ行って、てか息子の話どうなってんねんってね、感じですけども、まあね、僕もまあこの後実はこう呼ばれるんですよね、肺活量の検査、スパイラルちゃうわ、なんかっていうやつをこういう名前のね、肺活量検査やと、まあ、日本語に直したら肺活量の検査なんですけども、それをこう呼ばれるみたいなんでね、ちょっとまだ午前中の早い時間に今日は動画をね、さっき撮ってるんですけどもね、あれめっちゃしんどいんですよ。皆さん、まあ、ご存知の方はご存知だと思うんですけども、プロ野球選手とかね、ドラフト終わって新入団するコーラの肺活、あの体のね、精密検査とかするときにね、やるんですよね。こう白いホースみたいなのを加えてね、はい、吹いて、ふー、まだまだ頑張って頑張って頑張って、ふー、もう息が、肺から息がなくなるぐらいまで、もう最後吐き切るときなんかブルーってこう痙攣するぐらいの感じのやつをね、やらされるからね、あ、好きじゃないんですよね、あれね。でもまあ肺のね、僕肺炎の疑いがあるって言われて入院してるもんやから、ちょっとあれを最後やってほしいってね、言われてるんですよ。いやわ、しんどい思いするために入院したんちゃうのにねっていう風な気持ちにもなるんですよね、大変。まあそんな感じで午前中はね、そのスパイラルちゃうわ、なんかもう分かりませんけど、その肺活量のね、テストをね、呼ばれるのを待っておきます。今日はそんな感じでした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画がよりたくさんの方に届きますように願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。